今回のテーマは異端です。この異端の言葉の意味は、正当と認められているものから外れているとあります。ですから聖書の基本的そして中心的教理から外れていることを意味します。異端はキリスト教ではありません。そしてこの異端問題は初代教会の頃からあり、現代まで続いています。現代の異端としては、エホバの証人、末日聖徒イエスキリスト教会、統一教会などが挙げられます。その他にもありますが、これらをはじめ異端は決してキリスト教ではありません。それでは異端の特徴を見ていきましょう。三位一体を否定している。キリストが神であり人であるということを否定していたり、そのどちらかを否定している。聖書以外に自分たちの経典を持っていたり、聖書を自分たちの都合のいいように解釈している。救いにイエス・キリストの十字架と復活以外に何かを付け加えているなどです。私たちは旧新約聖書を土台として見分ける必要があります。また異端を見分けるポイントの一つに使徒信条があります。使徒信条とは2世紀頃に策定された、こうローマ信条に基づいて作られた信仰告白です。その使徒信条の元となったこうローマ信条が当時発展してきた異端を見分ける印となったように、使徒信条は正当と異端を見分けるポイントとなります。異端や間違った教えに惑わされないようにしっかりと見分けていきましょう。それではまた。